どうもジャイノチャンネルです。こんにちは。すごくないですか。来ましたね、ついに正式なデビュー日ですね。そうです、今日が、まあ、結成日が昨日だとしたら、はい、今日がデビュー日ですよ。いやマジでこれ小学生みたいな話なんですけど、うん、俺昨日夜寝られなかったですよ。本当に週一だったんですけど、いやそれマジで本当にマジで寝られなかった。すごかったもん、本当に伸びが、はい、いや本当これ皆さん本当にありがとうございます。マジで。あ、そのバズ、いわゆるバズってるっていうタイミングはあれですか、見てました。見てた。どう思いました。怖かった。怖いっすよね。うん、あんな感じ増えるんですね。ああいうことなんだと思って。で今回これだからね、宣伝とかも一切しないでやってたわけじゃない、はい、どうにか自力で。だからこのそのバズったっていう経験をしたじゃん。はい、それは貴重でした。やっぱりいやこれ俺はさ味わいたかったね。よ言ってましたもんね。言ってたでしょ。いや、なるほどなとは思いました。そうよ、はい、これ本当にバズってよかった。みんなありがとう。ありがとうございます。いやこれ体験できたの大きいよね。そうですね。だってえ10桁100桁で一喜一憂してたじゃないですか。そうだよ。やっぱこれがあるかないかで今後も多分影響しますよね。だって登録者数が60人ぐらいで、俺結構順調だなと思ってたの、はい、なんなら。なるほど。もっとひどい可能性もあったってことですね。そうで、そっからのさ、はい、伸びが怖いっすよ。怖いマジで。今だって知ってます、チャンネル登録者数すごいよ今。まあこの撮影日、撮影日がまあだから当日ですよ、はい、当日でもう52万7000ですか現在で。18時51分で合計3分半ぐらいしか動画上げてないですよ。しかもそうなんですよマジで。もうあと5分で上げなきゃ。もう上げよう、はいはいはい、上げます。いやー一発目だよ。うわ嬉しいなー。あ、リノミヤ君って YouTuber になりたかったんですか。なんか将来の夢なんですかって聞かれて、はい、YouTuber になりたいですって。あ、半分本気半分冗談みたいなみたいな感じで言ってたのよ、はい、まあできないだろうなと思ってたから、はい、そう、本当マジ YouTuber になっちゃった。人生何が起こるか分からないもんですよ。分かんないんですよ本当に。あれ今日って山田君と菊池はいないんですか。もうやめようよ。もうやめようよ。そういうの本当に。え今日ってあれなんかおめでとうみたいな日じゃないですか。分かんないけどなんだろうね。スケジュールの20代はもう働けない時間なんですかね今日のね。えそんな法律ありました。いやなんか集まんないであの2人だけ。今日もほぼほぼ同じ T シャツみたいな。いやびっくりした。びっくりした。マジで何合わせに行ったみたいな色してます。本当にもうやめよマジで。だから俺らしか集まんないんだよ。見たでしょ髪の毛の色2人の。狂気的な色してたよ。いやびっくりしました、ね、あれはマジで若い世代って感じですけど。あタイトルどうします。幕開け。やっぱさあのさそういうとこで、あこの人そうだったカトゥーンだったって思い出すんだよね毎回。そういう結構あるよね。いやでもやるからには目標はやっぱでっかく設定した方がいいのかなって思ってますよ。さすがだよな。こう幕開けとかも、あ本当聞いててぽいもの、ね、あやばいあと2分。やばいやばいやばい。まあまあでも幕開けでいい、とりあえずいいんでしょ。まああとで変更しますじゃあ、うん、あやばい時間やばいです。59分あと1分です。大丈夫だよ。二宮動画上げろってなんかコメント早速もうごめんごめんみんなごめんみんなマジでごめん。二宮さん19時公開。ごめんはいはい公開公開公開。どう言ってるはずなんだけど。あもうアップ済みっすか。済み。あちょっと確認します。あー出た。おおびっくりした。あー危ねー。うわ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 。おめでとうございます。正式にデビューです、見よう。やべえめっちゃ楽しみ。はい。おお。おすげえ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 。ということで皆さんこんにちは。胸ポケットなんすか今ね。YouTube を見てチーフだと思うじゃん、はい、なんかマスク匂い映ってるってことになってますけど、実は匂いですねこの辺り。まあまあでもチーフに見えるんで、そう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 。おしゃれじゃん、なんか、はい、マスクなんですか。マスクお仕事やっていこうということなんでございますけど、まあ本当に面白いチャンネル作りたいですね。ちょっとまあなんて言うんだろう、
寂しいというか、せっかく楽しいことをやってこうやってるのを皆さんに見てもらって楽しくなるっていうことを目指すんだったら、やっぱりチームを作ってみようじゃないかと。基本的にはこれ更新頻度どうします？器用な人でもあるので、最初は毎日行きます。あ、なるほど。とりあえずは、うん、まあ、こいつ器用だね、こんなんでもやりそうだねっていうのはなんか分かってくれると思うので、結構ほら、もう進みが、まあ、その人捕まえに行きましょう。ドコンって感じじゃないですか。一人、二人、三人。そうですよね。で、名前、アイコン、なんだなんだって。あ、そういうつなりはじゃあもうさっさと全部やって、ボコボコ投げて。で、安定しだしたらもうちゃんと一週間に一回のペースでやっていく。あ、なるほど。いや、これドッキリやられました。え？いや、皆さん本当にありがとうございます。どういう気持ちですかそれ。YouTube の神に祈ってるんだよ。ありがとうございます。あ、そうなんですか。そうだよ。そういう神がいるんですか。いやーマジで。いやいや、まあ、無事にね。そう。はい。1分遅れたけど。まあまあ一発目なんでね、分かんないこともちょっとあったんで。あった。本当にあった。え？山田が見ました。なんか感動しちゃいました。嬉しいって来たんだけど。あれ仕事じゃないですか。仕事じゃないんですか。時々あるんですよね、なんか山田って使用回数制限があるんですか。1ヶ月1ヶ月の。あ、そうなんですか。月に2回しか使えないとかそういうことですか。電話ってきてるんですか。あ、どうぞ。メンバーの声。はい、菊池ですか。違います、山田です。あ、山田君。1人ですか。あ、中丸といるよ。中丸もいます。ああ、お疲れ様です。お疲れ様です。おめでとうございます。何やってんの。いや今アプリのミュージックビデオ撮ってますね。あ、よかった。そこらの、はい。それで今ちょうど休憩中になって、たまたま見れましたね。いやでも山田くん偉いですね。それでちゃんとメール送ったりとか、電話いつ予行したりとかさ。すごいね。もう今53万になった。来た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 。行きます。アニノさん、うぅ、始まった。チャンネルを開設することになりまして、すごい仕事やっていこうということなんでございますけども、チームを作ってみようじゃないかと。なので今回ちょっと何人か僕がちょっとこのジャニーズ事務所の中からこの人だなっていう人をですね選定したので、ちょっととつって交渉してみようということなんです。この流れだったのね。もう早速。なるほど、すげえ、始まったんだ。いや嬉しい、素直に嬉しい。いやこっから始まるわけですから、いや嬉しいですね。まだちょっとね、僕出てきてないんで実感ないですけど、ここからみんなで頑張りたいと思いますので、どうぞチャンネル登録よろしくお願いします。今話したんだけど、はい、山田が大事だっていうね、はい、結論に至ってるから、はい、本当ですか、うん、俺だから編集とかもできないしとか、なんかいろいろ考えてたんですけど、いいの、いいすぎ、山田はいい、山田はいい。みんなのはもう風磨にやらせるから大丈夫。雑務は。いやいやいや、ね、中丸くんばっかりにやらせるのも申し訳ないなと。いや俺はいいけどね。ほらこれよ、これなんだよ、やっぱ人の違いって。あいつすぐパソコン壊れてるから、買ってくれたらやりますみたいなことです。嘘はいけないですよ、嘘は。言ってましたね。うん、ちょっと、はい、あの来ました連絡。え、風磨から来ました連絡。来てない。あいつ何やってんのか、その何やってんのか分かんないんだよね、うん、ちょっとだからこう今日から、はい、毎日上げていくから、できることはとにかく視聴回数をできるだけ稼いでいただいて。止めて、分かんないぐる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 見てね、ぐるぐる可能な限り、可能な限り、はい、メンバーにもよろしくお伝えください。あ、分かりました、伝えときます。ってことでありがとう。すみません、ありがとうございます。いい、じゃあまた連絡します。はい、引き続きお願いします。はい、じゃあね、お願いします。頑張って。はい、お疲れ様。はい、ありがとうございます。はい、
菊池風磨ですということで、7時を間もなく回るところです。今ちょっと僕は移動中なんですけど、ちょっとこの時を待っていました。7時回りました。上がってるかな、これ更新したら上がってるかな。あ、来た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 、がっつり二宮くんじゃん。じゃあ行きますよ、運命の幕開け。すげえなこれ。お、はいはいはい、回りました。さあということで、皆さんこんにちは、二宮和也です。うおーい、 YouTube 来ました。すごい、素晴らしい、拍手。ございますけども、本当にね、二宮一人でやるのもちょっとまあ一人称二宮で言ってるもんな。寂しいというか、せっかく楽しいことをやって、二宮君もなんかこうやってるのを皆さんに見てもらって楽しくなる。すごい近いよ、だってこれチームを作ってみようじゃないかと。めちゃくちゃいいアングルだなこれ。何人かたまんないだろうな。来ました、選定されてます。交渉してみようと二宮君に。ありがとうございます。さあ今日も早速、すげえがっつり、なんかもう YouTube やってる人の感じだもんね。もうここからちょっといろいろと楽しいこともありながら、まあ、僕たちで考えていかなきゃいけないですから、苦労もあると思いますけど頑張ります。よろしくお願いします。でもやっぱ YouTube ってシビアな世界じゃないですか。いやマジシビアや、本当にいろいろそうやって、まあどこまで順調にいけるかわからないですけど、まあ、必ずどっかで天井まずぶつかるじゃないですか。ぶつかるぶつかる絶対。そっからがまた問題ですよね。また面白いこととか、なんかバズるアイデアとか出ないと大変ですもんね。大変でしょう。でまあ気楽にやっていくのが、うん、あとまあ自分たちで本当に上げてるっていうのが分かってくると、距離感はね、うん、いつもより近くなれる。この YouTube の時だけは距離感がちょっと近くなれるというか。確かに。あとはテレビとかレギュラーとか、うん、それこそコンサートとか、そういうのはまた違ういつもの距離感に戻って楽しんでもらうとかできるんじゃない。積み上げできるといいですね。確かに、うん。いやなんか見てる側のとこに入るとやっぱりちょっと緊張しない？ちょっとやっぱ感覚いつもと違いますよね。ね。でそしてなんかこうちょくちょく確認の意味で YouTube 開いちゃいます。ああわかる。どうなってっかなみたいな。一生分のエゴさした気がする。あのバズった時。確認したくなりますよね。うん。どう思ってるかとか。そうそう。一生分したわ。でなんかやっぱ近いんだよね。はい。でもだから仕事撮影してて、仕事してて普通に、はい、でそのスタッフとかにもやっぱ言われたもん、俺本当なのみたいな。あ、本当ですみたいな。おー、噂はじゃあ広まってますね。そう、チャンネル登録もうじゃあしてみようかなみたいな。お、ありがてえ。でなんか一般の人にも遠くの方で今日 YouTube 見ますって言われた。すごくないですか。すごくない、マジですご。思ってる以上に知ってくれてますね。じゃあそう、あとほんとその人その人たちの中に YouTube があるんだなと思った。確かに。 あタイトル、え、どうしました。1個あげたら満足してたけど、チャンネル変えてないや、名前チャンネル名。あーやば、アイコンを。あー変えましょう変えましょう。アップロードします。アイコンは今日はこれ。ええ、あーなるほどね。最終的にこれ。ああ、いいですね、いいですね、段階的に。でこれ、明日がこれ、はい、明後日がこれ。面白いですね。で最終的にこれ。ああ、いいですね、いいですね。ようで今日はこれ。はい、オッケー。いやもう1日目の写真何が何だか分かんないですねこれ。どういうことってなりますよ。本当だよね。公開、はい、それ。おーおー、ちょっ
ょっと見て。おお。おお、すげえ。変わってる。いいっすね。なんかバナーはちょっとこうジャニーズっぽくじゃないですけど、気持ちかっこよくこうちゃんと撮った方がいいのかなと思ったんですよね。まあ他はラフでも。それはちょっとお金は出ないです。お金出ない。バナーは。バナー。いや別に構わないですけど、そもそもやったことないですかね、そういう画像を加工してとか。でも編集なさってるから多分いけるんじゃないかなと。本当ですか。多分その写真でもちゃんとしたやつ撮りたいですよね。なんかその辺で適当に撮りましたみたいなやつ。無理ですか、あのホームページから引っ張ってくる。そこもですか。やってることなんかその辺の解説版と変わんないですよ。ということで無事ね、まずシャープ1を上げられました、はい、見てくださってる方、そして、コメント書いてくださってる皆様ありがとうございます。ありがとうございます。ただね、まあこれで初めて見たっていう人もいると思うので、うん、ぜひともねチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。お願いします。次回の動画は山田くんが出ます。必ず出ます。もうほんと2人になっちゃってるね、早速。確かに、ま、いや先輩にこういうことを言うのもなんですけど、確かに2人並ぶと地味感は拭えないです。いやそうなのよ、マジで不思議ですね。なんかほらアハ体験してるみたいじゃない。最後に T シャツの色が入れ替わってるみたいな。実はみたいな。実は似すぎてんのよ。ちょっとまた次回じゃあね、お会いしましょう。おお、ちょっと見て、あ、チャンネルっぽくなってきましたよ。こういうことだな。おお、おお、すげえ。変わってる。いいっすね。